キスは途中で止められない。ん？秘書室からメールか。ったく、メールで連絡するなってあれほど言ってるのに。ん？で、最重要フラグなんか立てて一体何の用ですかと。重要次回会議の件、開発室室長補佐北条薫様、本日11時に3階非常口前の踊り場に集合のこと。はいはい、わがままお姫様は3階の踊り場がご所望ですか。まだ来てないか。ま、俺はワンフロア降りるだけだけど、秘書室は7階にあるから時間かかるよな。ん？お、来た来た。おい、どうしたんだ？こんなところに急に呼び出したりして。二人でいるところを誰かに見られたらやばいぜ。ん？おお、弁当を作ってきてくれたのか。ありがとう。ん？なんだ？今渡してくれるわけじゃないのか？褒めてもらいたくて店に来ただけなのか。かわいい。たく、そんなことで俺を呼び出すなよ。仕事中だぞ。ああ、後で一緒に食べるのはいいけど、どこで食べるつもりなんだ？屋上？あ、そうか、そうだな。今時昼休みに屋上に来るやつなんていないし、うん、屋上なら大丈夫か。ん？はぁ？キス？お前何考えてるんだ？ここは会社だぞ。誰かに見られたらどうするんだよ。俺たちが付き合っていることはまだ誰も知らないのぜ。おいおい、そんな目で見るなよ。仕方がないやつだな。ちょっとだけだからな。お、やば、誰か来た。離れろ。おい、これ離れろって言ってるのに。いや、もっとじゃないだろう。分かったよ、うん、じゃあ後で。あいつ、男の生理分かってるのか分かってないのか。コーヒーでも飲んで一息入れるか。社内恋愛禁止って難しいよな。結構みんな陰で付き合ってるみたいだけど、大抵それがバレるとダメになった時、互いにダメージが大きいんだよな。まあ男は面白おかしく武勇伝とか言われる場合もあるけど、降格か左遷がほとんどなんだよな。女子に至っては自主退社という名の強制退社に近いものがあるし、やっぱりきちんとプロポーズして婚約とかした後じゃないと、あいつのこと大っぴらにするわけにはいかないよな。お、室長、お疲れ様です。へえ、室長がココアだなんて意外ですね。え、新薬の臨床データですか？あさってあたりには提出できるかと思います。はい、ほぼ出揃ってるんですが、少し気になる箇所があったもので、念には念を入れて確認しているところです。でも、なるだけ早く、かつ、正確に進めます。え？内密の話、ですか？まさか、さっきの室長に見られてたとか。わかりました。この時間なら、打ち合わせ用ブースが空いていたはずですので、そちらに移動しましょうが。
い。自分は独身ですが、付き合ってる彼女ですか？いや、今のところは特には。え？見合いですか？室長のお知り合いのお嬢さんと？ああ、いや、会うだけでもって言われても、あはあ、今すぐに返事をしなくてもいいんですか？そうですね。でも、ええ。ああ、大丈夫です。後でかけ直しますから。あ、すいません。それではお言葉に甘えて。はい、北条です。いつもお世話になっております。その件につきましては、はい、大丈夫です。その日でしたら、サンプルをお持ちできます。はい。よろしくお願いいたします。はぁ、あ。困った。どうすればいい？あいつのことを、室長に話す時期じゃないと思って、つい彼女はいないことにしたんだが。いや、失敗だったよな。今更さっきのは嘘でしたっていうのもわざとらしいし、見合いを断るために言い訳してるみたいだしな。いや、とはいえこのままじゃ見合いをする羽目になる。それは絶対まずい。俺が見合いなんかしたらあいつ泣くだろうな。いや、凄まじく怒るかもしれないな。どっちにしても修羅場は避けられないってことだな。待てよ、俺が見合いのことを黙っていればいいだけの話かもしれない。そうだ、黙ってろ。え、見合いも適当にやり過ごせばいい。なんだ。ダメです。おお、天使、彼女に嘘はいけません。見合いはすぐに断りなさい。え、黙ってろって。嘘はいけません。どっち。いけません。黙ってろ。いけません。黙ってろ。うるさい。黙ってろ。決めろ。俺の妄想。はぁ、もうどうすればいい。やっぱり黙ってるのはまずいな。秘書室の女子は、社内のことなら、警備員のおじさんの不倫相手まで知ってるっていうくらいだから、すぐバレるに決まってる。第一、気持ちが通じ合っているとはいえ、まだ正式なプロポーズもしてないし、あいつの両親にも挨拶をしていない。ん？あ、そうだ。見合いの話が公になる前に、あいつにプロポーズをすればいいんじゃないか？今日の昼休みに屋上でプロポーズをして、あいつがOKしてくれたら、俺たちのことをきちんと室長に話そう。で、見合いを断った後に、室長に俺たちの仲人を頼むとするか。よし。これで決まりだな。最後まで見てくれてありがとう。よかったら登録してください。